いや、僕ほら、右脳じゃないですか。なんで、まあ、左手方面にね、左半身にちょっと影響が、まあ、少なからずあって、まあ、だいぶでもね、その痺れとかは、本当に、少しずつ良くなってて、今まだ痺れはもちろんあって、温度も若干感じづらくはあるものの、もうね、全然、入院したての時よりは全然良くなってるんですけどね。まあ、ただ、まあ、何度も言ってますけども、ちょっとね、右脳の血流は決して今、よろしい状況ではないので、手術するんですけれども。で、これ前言ったかもしれないけど、人差し指を、こう、一回鼻にこうつけて、で、ちょっと離れたところにこう、刺して、それをこう交互にこう繰り返すっていう、例えばその相手がこう出しているその指に対して、その自分の左手の人差し指でその指をこうねタッチするみたいなことをするときに、右手は全くもちろん問題なくできるんですけど、いや、それ、ちょっと待って、一回死のう。左手でそれやると、ちょっとこの少しだから自分から離れたところのそのターゲットに対して、そのね、人差し指でタッチするっていうのをやるときに、若干こうブレるっていうか、迷うっていうかっていうのが、割と入院した直後に、ちょっとそのね、このテスト、これできますかみたいな、やってみてくださいみたいなことでね、先生から言われてやったら、自分でもちょっとびっくりするぐらい、あれって、その違いを感じたんですよ、右と左の。で、それって、もしかしたらそのね、左手でこのゲームコントローラーを使って、このエイムするのに、少なからず、影響があったりするのではとか思ってね、これはまずいと思って、それはなんか直したいなと思ったんですよね。だからといって今俺のパリー精度が低いわけではないと思うけどね、それもともとだから で、輪をかけて悪くなってる可能性はまあゼロではないかもしれないけど、そんなにでも今ね、そのテストやっても、もう前よりはかなりいいと思うけど、じゃあ全く迷いないかって言われると、若干 やっぱ少しあるかもしれないなと。あと、例えば右足1本で立つのはそんなに、まあ、その入院前と変わらないと思うんですけど、左足はね、もう入院直後とかもう、左足1本立ちはね、本当にもう、マジおっかないレベルだったんですよね。もうすぐ倒れる感じで。で、今はね、だいぶ踏ん張れるようになりましたよ。ほぼほぼ大丈夫と言っても、できなくはないと。ただやっぱり、例えばお風呂上がりでちょっと足濡れてるような状況で、滑りやすい床の上で、こうパンツとか履くときに左足一本になるときはとても怖いですね。不安。できるんだろうけど、なんか不安がないわけじゃないというか。ちょっとだから何かにこう捕まってとかじゃないと、まあできれば座ってやりたいみたいな。そういうのはまだありますね。そういうのも手術をすることによってね、まあ良くなればいいんですけど。何を言いたいかというと、もしかしたら手術終わりでパリー精度めっちゃ上がってるかもねっていう。まあ、それないですよ。ないですよ。それはないですよ。嘘つきました、今。ただの期待を言いました。っていうか、入院前に倒すから。いや、ちょっと!第2形態入ったら一回ガー離れた方がいいかな。絶対
対食らうなあれ。もうそれ取れないのダメだって。それ取れないの話ならんって。一番取れなきゃダメなやつだよそれ。もうだから取れろってそれ。よく見ろ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 。集中集中。はい。ムカつく。見てても取れねえ。まあ早いよ。なんであれ取れないの。ちょっとダメだって本当に。それダメだよ。なんで今の取れないんだ。全然取れてた気だったよ今。気になってたよ。危ねえな。ちょっとどういうことだ今。ヤドンできたぞ。おいふざけるな。もうやだー。取れろよ。やだー。なんで取れねえんだー。はい。もうやだー。もうやだー。取れろってー。なあ、悔しい。なんであれ取れねえんだー。あれ、やめるか。こんだけ毎回もうデジャブじゃん。毎回あれで死んでんじゃん今。第2形態いけなくなってんじゃん。ダメだろ。何やりたいのなあ。縦振りに対してなぜバックローリングするの？さっきから。何ダメージ食らってんの？死の。離れろ。まだか。それ2回来るって分かってんだろ。いやもうちょっと。あの振り上げ食らったらもう終了だって。もうちょっとやる気しない、やる気しない。ごめんってごめんって。もうやる気ねえ。絶対殺すわ絶対。もう許して。もう到達できねえ。よく見ろ。なんなの。もうダメだ今日。泣き言言うな。嘘でしょ。素でやった今。な、狙ったんじゃないの今の。なあ。ダメ、もう1時間経ったな。もう無理。ちょっと一回休憩しよう、これ。もうダメだ。終了。はい。ということで、ちょっとだけ休憩してきました。いやー切れてる。
今のは取っていただきたかった。これは無理でしょう。これくれちゃうかも。逃げろ、落下しない方向に逃げろ。はい、よし、で追い打ちは考えるな。え、クライパリ、うわー、ローリング間に合わねえなー。次、あ、マラソンでーす。はあ、コイン装備してねえわ。ナイスナイスナイス。うおほほほ、おお、よし、やれやれやれ、ナイス。78個すぐなくなりそうだな。これ指輪さ、どうしよっかな。こうじゃないかな。筋力高めて、あー、これちょっと攻撃力が上がるんだ。意味あるかこれ。で、ちょっとこれなんか、これだけだとちょっと不安になってきたんで、第一形態これでいくか。どう？第二形態はほら攻撃チャンスが少ないから、あれだとすごいなんか機械損失がでかすぎるんで、うん、塗るよ。早速かい。はい、まあ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 、バカ！切れてる。塗る。はい。はい。そうそう、来るんじゃないか。うえ、ちょっ
どうもいやー、その段差よ、腹立つなー、もういやーやるしな、もうそのヘリで戦うのやめろ。うわー、なんでそれ取れないかなー。これは来るやろ、もうなによそれ、無理や。どうしたらいいのそれ、近づけねえじゃんかよ。めちゃくちゃじゃないっすか、軍田さん、もう頼むわ。いやー参ったな。はい、バカ、それ取れるやつ、それも取れるやつ、取れないやつ、それよく見ろ。そう、取れるやつ。よく取ったの、それ。届くんかよ。あかん。はい、いやー、バカ、よし、すっ、いやー、それかわせねえ。そう、取れるやつー、もう見極めできねえ。来るか、まだ早いか、どうだ、来た、はい、あー濡れよ、あぶねえ、ねえ、
よし、バカ。よしよし、ああそれ、ああ、あかん！ああもう浮かし食らうなって。いや腹立つな、その浮かし、ほんま。あーもう1時間経ったな。飯だ飯。終了。